お三方回っております。分かってました。いやー、後ろ見てください、はい、ゴールドに光り輝く。いやこれですか。そうなんですよ、前回ね、はい、これの納車がだいぶ遅れるっちゅうことで、はい、ハイエース、はい、ちょっと訳ありというか、ちょっとまあオンボロのね、はい、ハイエースを譲っていただき、はい、車検が切れるタイミングでようやく納車された。なるほど。このハイエース、はい、オートバイ屋をやり始めて、はい、一番初めライトエーストラック、はいはい、でそれが高速道路で納車帰りにしゃかり、あ、そうなんですか、はい、でハイエースの100系、これのスーパーロングのデラックスっていうのを乗ってたんですけど、ディーゼル規制で乗れなくなって、ありましたね、そうですね、はい、それでその時初めて新車で買ったのがハイエースのこの200系の初期型だったんですよ。で初期型乗って4型乗って、今回私これ3代目200系のこの買った3代目で、おそらく最後の新車じゃないかと思いまして、ちょっと力入れてね購入したんですが、今回ニッパチのディーゼル、それの4駆を買いました。初4駆。4駆なんですね。そうなんですよ。だからこれでもう東北だろうがどこだろうがいろいろね行けるわけです。そしてしきちゃん、このお二方を呼んだのは他でもありません。はい、純ちゃんね、さっきからもうすごい挙動不審ね、もう何回出てんのあなた、ガレオコさんに。GS、今や GS の純ちゃん。そうですよね、もうすぐ GS も納車になりますけど、山口さんも GS。 そうです、そうです、めちゃくちゃいい GS。 いや、そうなんですよ、このもうほんと純ちゃんもう緊張しないね、それで純ちゃんといえば、はい、実はもう寡黙な大工さんなんですよ。そうですよね、はい、それで山口くんは実は建築会社さんなんですよ。いや、そうですよ。このお二人が来てるということは、はい、このハイエースの内装をね、ちょっといじってもらいたいと。そうか、もう新車で今のところ全くそのまま。そうなんですよ、ちょっと中見てください、これ見てください、これでかいな。はい、前のハイエースも最高に良かったんですけど、良かったですよね。シートを畳まないと、はい、結局あの1台しか入んないわけですよ、分けありハイエース。そうです、今回は余裕で2台シートを、そのままで2台。そうです、そうです。しかしながらね、はい、このシートがチープなんですよ、菊ちゃん。まあいわゆる商業車ですからね。そうです、起こしてください、このシートのあれを、はいはい、うん、見てくださいこれいやー、思い出すな、昔現場で働いてた時。そうでしょう、ちょっと座ってください。これに本当に3人で座って。そうでしょ、朝2時間ぐらいこう、ね、地獄ですよ、地獄。働き始める前に体ガチガチになる、ね、地獄なんですよ。ハイエースがやっぱなんでいいかというと、はい、あのいろんなねカスタムもしやすい。なるほど、ね、使い勝手もいいの当然ですけど、はい、これねデラックスのシートを取り外して、はい、この上にスーパー GL っていうね、はい、上級グレードがあるんですが、はい、あれのシートがこれボルトオンでつくんですよ。はい、このシートよく見ててくださいよ、キキちゃん、はい、ね、はい、それで実は私スーパー GL のもうシートも手に入れております、はいはい、ちょっと見に行きましょう、はい、なるほど、だからこういう風に。そう、はいはい、これ起こしてみてください、これ全然違うでしょ。全然違う、ね、高級ソファー。マジで全然違う、全然違います、ね、そうです。だからね、今後サタビルの面々でバイクを積んでね、はい、いろんなとこ行く可能性があるじゃないですか。まあそうですね。ね、その時にやっぱりあの板みたいなねシートにはちょっと乗せづらいということで、はい、これもね取り付けていこうと思っております。これじゃあ本当に取って入れるだけ。そうなんですよ。ボルトオンです。そしたらね、ちょっとまた戻りますよ。はいはい、そしてね、はい、なぜこのお二人を呼んだかというと、はい、私はねオートバイをやっぱ運搬しますんで、はい、床張りをね、はい、したいと。しかしながらですね、もうこれ本当ついの住処ですよ、私にとっては。ついの住処、はい、あの既製品だとやっぱり隙間空いたりちょっといまいちなんでね、もう最後のハイエースはもうきっちりやってほしいと、はいはいはい、そこで白羽の矢を立てたのがこの2人。なるほど。じゅんちゃん、やったことありますか、こういうことは。いや、初めてです。初めて。
誰でも最初は初めてです。まあそりゃそうですけど、今日これをやったことにより一つ経験値が上がる、そういうことでよろしいですか。大丈夫ですか。カメラを回さない方が俺純ちゃんは働けると思ってます。いやそうなんですよ、そうなんですよ。純ちゃん回ってた瞬間に仕事がちょっと腕落ちるんじゃないですか。いやそうなんですよね。もう純ちゃんはね、酒飲んでる時だけですから、よく喋るのは。だから今日純ちゃんが喋んない分、はい、山口くんつうのはもう純ちゃんが思ってることが全て分かりますから。いやすごい、そういう役割で来てもらった。そういう役割です。というわけで、はい、本日ね、はい、この3人で、はい、作業を進めていただき、僕もやれること頑張って、はい、私はもう全くやることがないんで、今日はペケジェちゃんの整備をしておりますから。まあそっちはそっちで、横切るのは本業ですから。そうですね、引き続きよろしくお願いいたします。頑張りましょう。はい、はい、山口くん、はい、それでは、作戦がね、決まったようなんで、はい、ご説明お願いします。はい、これからですね、はい、このカーペットを剥がします。はい、ゴムカーペット、ゴムカーペットを剥がしていくとね、このデラックスはね、はい、このフロアが、カーペットではなくてビニールですからね。はい、そして今回この床に敷く、はい、コンパネ、はい、ベニヤなんですけど、はい、今回このベニヤは、はい、建物でいうと打ちっぱなし仕上げ、はいはい、あのコンクリートでよくね、はい、最近流行ってる、はいはい、仕上げに使うパネコート、表面がコーティングされてるやつなので、はい、オートバイ乗せてオイルなんかこぼれた時も、はいはい、拭き取れます。あー、そういうことね。はい、コンパネを先に引いて、うん、でその上にこのこうビニールシートを当てがって、その上にこう絵を描いて、あー、ということはこのカーペットを型紙として使うと、はい、そういうことです。はい、それで、型紙としてこう着替えた後に、うん、その後こう純ちゃんが着替えた、うん、通りのラインで、うん、ジグソー、また後で、はい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 、ジグソーで切っていきます、うん、そして、その切り終わったらこの上に引いて、一旦仕上がりと、はい、で、炭は入り炭は後で、また違う職人さんが来て、はい、コーキング、水とオイルとかが下に行かないように処理していただきます。まあ、私はね、ほら、釣りもね、しますんで。なるほど。はい。特に塩水なんか入っちゃうと、フロアね、錆びますから。はい。あとね、毎回ね、このハイエース新車で買って、ここにね、ラダーレールやと、ここが必ずへこむんですよ。はい、バキンと。はい、ここがね、ちょっと私気になるところだったんで、はい、ギリギリまで伸ばしていただくことによって、はい、そういう傷つきも防止できるし、はい、ね、水分が入るのも、防げると、はい、そういうことでございます。はい、純ちゃん、ということで平気ですか。はい、聞いてました。はい、聞いてた純ちゃん、本当に、はい、ね、頑張って。はい、はい、純ちゃんはセカンドシートを早速外していくというね。もう外れた。はい、外れました。出来腰、はい、
でかいワッシャーをコンパネの上に乗せちゃって、はい、その7ボルトにしちゃって、はい、ここの芯が出てればいいぐらいじゃないかで、はい、丸く穴開けて、ドリルで開けてもいいから、はい、大体いい、うん、だから、際からいくつっていうのを測っておいて、はい、やるようだな。もう一個狙いがあるのは、ここに一個、ここら辺に一個と、ここら辺に一個、穴開けといてほしいんだ、はい、それでさ、裏に8ミリの穴開けといてもらいたいんだよ。そしたら後ろに俺、アンカーナットつけちゃうから、そしたらここに、はい、フック、もう一個つけれるんだよ、はい、うん、バイク、ここで2台入れるときにさ、やっぱ真ん中にフックあると楽なんだよ。あ、それで直線で綺麗にやれるってやつ、それ。はは。これなんかさ、バイクの工具同様、こう大工工具も面白いね。うわっ、あ、もうちょいだったね、ここ。どうなん？そうですね、うん、微調整だな。ここが、多分、乗っかってんのよ。これをどう考えるか。これ遊んでるってことは、ちょっと高いってことでしょ。そうですね、うん、ここから上がってます。あ、そう。となるとここか。ってことですね。はいよ。そしたらこっちは同じようにね。これでいい。ぴったりじゃん。だいぶいい。あ、すまないもん。あ、いいですね。うわ、これはいい。いいよね、これね。これいいですね。まあ、よし。これいいじゃん。はい、一枚一枚ね、決めていかないと。
すげえ気持ちいいですよ、ね、アウトで。ああ超ぴったんこ、超ぴったんこ、こっちも入れそうです。いいね。だいぶ確かにそうですね、気になっちゃう。ここに穴、でっかい穴を開くと、あれができるんだよ。あのスペアタイヤですね。まあ、いらねえけどな。なっちゃないで、このままいっちゃった方がいい。そうね、あ、そうしよう。なので、うまく。でもこれもう完璧だね。はい、さすがやっぱり、ついてたものだけある。そしたらさ、そしたら今、俺が歯だけ持ってくれば、ここで軽く穴開けれるもん。ここで、穴開けして裏からアンカーナットを入れちゃえばいいもんね。はい。おお。そしたらここをここに下穴 8.5 入れてくれればアンカーナットぶち込めるから。なるほど。うん、3個でいいな。反らなきゃいいだけだからさ。はい。これすげえいいなぁ。俺いつも電気のだからさ、これいいなぁ。パワーありますか？全然ある。コードレス楽ですよ。すげえ楽。え、コードレス買おうかな。めちゃくちゃいいよこれ。すげえ、これ最高だよ。見てる人こんなこと当たり前当たり前だろうって思ってる。いや俺マジでずっと同じドリルとか使ってっからな、昔から。わ、すげえいいなぁ。あ、じゃあこの子、これ穴開けちゃっていいの、じゅんちゃん。はい。これ今 8? 今8だね。
すごい便利なものが世の中には売ってるよね。はい、ことこあれは全部ぶれないように、あのなんか締め込んでいくとこはがっちりやっとこうと思って、ずれなきゃいけない。本当大体。よし。したらここにネジをぶち込んでいけばいいの。なるほど。こうやってみたほら。インパクト。完璧だよ。完璧。完璧だよ。オッケー。オッケー。はい。じゃあここは。こうなるんです。ここが。あ、俺がここを切ればいいんだけど、ここをね、どうやって切るんだっていう話だ。あれは持ってるの、ジグソー。あ、コード変えればそのジグソーでも見てますね。え、本当？はい。すごいじゃん。おお、ね、あ、ぴったんこじゃない？いいんじゃないですか。すげえぴったんこ。いやー、じゅんちゃん、はい、のみを使うなんて本当大工さんですね。わあ、こんな綺麗に取れるもんなんだな。本当にアルミつらつら、つらピタピタ。そうはできんの？で、じゅんちゃん、言うのはいいよね。いつもだもんね。俺言う人でしょ。じゅんちゃんやる人。すごっ。すごい綺麗に切れるもんだね。大工のじゅんちゃん、こんな間近で見れると思わなかったです。本当だよ。うわ、ぴったんこじゃん。行けます。行きましたね。いやいやいや。行きましたね。気持ちがいい。ちょっと大工のじゅんちゃん。大工のじゅんちゃん。素敵。ここをさ、どうするかで。この分へっ、この分入んなきゃダメだから。ここからこの分。わあ、これもう完成だよ。わあ、綺麗。パティシエ。パティシエ。今日の教訓ですよ。はい。もう昼間の本当パパはかっこいいところです。